コロナ禍で感染予防が大切となる中、金沢市立工業高校の卒業生がある装置を開発しました。きっかけは先生への思いやりでした。金沢市立工業高校、登校してきた生徒たちが手をかざしているのは消毒液の自動噴霧装置です。手をかざすと自動で消毒液が出てくるこの装置、開発したのは今月卒業を迎えた電気科の生徒たちです。きっかけは先生への思いやりからでした。学校の先生方が毎日の 朝早く来て生徒たちに手でわざわざ1回ずつ押して消毒液を渡していたのを見て、自分はまあこれどうにかしたら役に立てるのかなと思って、まあ、ダメ元で作ってみようと思いました。開発した卒業生の一人、前田裕二さん。金沢市立工業高校では新型コロナ対策として去年の新学期から毎朝教員数人が学校の玄関に立ち、登校してきた生徒一人一人の手に消毒液をかけていました。こうした負担を減らせないかと考え、前田さんは新型コロナで学校が休校になっている期間に自宅で装置の開発を始めたのです。初めに作ったのは、まあ、木箱、土台とかは全部木とかで作って、あとはプログラムとかは、まあ、先生方とかに教えてもらった。木箱から始まった挑戦。去年6月からは3年生8人でグループを作り、電気科の授業で開発を進めることになりました。そして去年7月、基本的な装置が完成し玄関に設置しました。プッシュする手間が省けたのと同時に、その分生徒の表情を見ることができて、生徒の健康状態を毎日詳しく観察することができるようになりました。やっぱりコロナの状況で手を触れずに消毒ができるのはすごいなって思います。自動化されたことによって接触感染の心配もなくなって、すごい効率的になったと思うんで素晴らしいと思います。装置を作り上げることは簡単ではありませんでした。アルミ板を加工して装置の型を作り、手を検知するセンサーを取り付ける。さらにセンサーが手を検知すると自動でボトルを押すようにプログラミングします。またつまみを回すとボトルを押すパーツの動く幅が変わり、出てくる消毒液の量を調節することもできます。装置を一緒に作った卒業生の一人、木村哲也さんです。ここにある押すところなんですけど、自分がこれを作っていて、これは本当にいろんなネジとかを合わせて入れていかないといけなくて、すごく大変で、1ミリの狂いでこの噴霧量が変わったりしてしまうので、ここをすごく丁寧に作りました。ミリ単位の正確さを追求する作業を続け、最新の装置が完成したのは今年1月でした。教員の方からものを教えるんじゃなくて、もう途中の 方からは自分でどうしたらいいかで、解決方法がわからないとだけ、私にどうしたらいいかという質問が来るようになったので、その生徒の自主性というか自分で考える力がついたと思います。卒業式前日の今月1日、金沢市役所には装置を開発した生徒たちの姿がありました。本日は市役所にも寄贈することができ、とても嬉しく思っております。金沢市立工業高校が金沢市役所で消毒液の自動噴霧装置を使ってほしいと申し出たのです。ここに手をかざすと消毒液が自動で噴霧
できるようになっています。センサーで 人の手をやって出てくるんですね。あ、そうです。コロナ対策をより一層充実した形で対応できるんじゃないかなというふうに思っています。大変嬉しく思っています。装置は金沢市役所の出入り口6カ所に設置されました。すごいです。便利だと思います。足踏みでもなく押すでもなく、とっても便利でした。手をかざすだけでしっかりと出てくれましたし、それが高校生の人が作ったって聞くとなおとてもいいものだなっていうのがすごい伝わってきました。作成し始めた当初はこのようにもたくさんの人に使ってもらうというふうには想像もしてなかったので、とても驚いていますし、とても本当に嬉しく思っています。なるべくなんかウイルスとか感染も減ってほしいのと、みんなにこれを知ってもらいたいですね。先生への思いやりから始まり、試行錯誤の末完成した消毒液の自動噴霧装置。生徒たちの思いが形となり、金沢市民の感染予防に役立てられています。まあ、私が思うにものづくりの基本というのは人を助けたいとか便利にしたいという思いだと思うんですよね。卒業と同時に非常に大きなこと学んだんじゃないでしょうか。